今回ご紹介する昭和美人は女優の森尾由美さん。1966年6月8日生まれ、出身東京都、身長162センチ、血液型 A 型、高校に入学後、1年目までは通常通り進級しますが、2年生以降から本格的に仕事を始め、出席日数不足のため、留年。 三年生に進級できず、計二回の留年となります。その後二年生から定時制へ転校し卒業。以上の流れで高校生活を合わせて6年間送りますが、卒業時は学年2位の優秀な成績だったそう。大学進学を進められますが、進学せず芸能活動に専念します。雑誌、セブンティーン読者モデルに応募し、 掲載写真を見たスターダストプロモーションの関係者にスカウトされます。1982年に富士テレビのドラマ、狙われた学園でデビュー。翌年、お願いでアイドル歌手デビューを果たし、クレアラシルの CM などに出演。以後、オールナイトフジの司会や、天才たけしの元気が出るテレビなどバラエティでも活躍し、タレント活動の幅を広げます。富士テレビ系トークバラエティ。 森の磯松シリーズで人気、知名度が定着し、1990年代には多くのトレンディードラマに出演しました。1992年、アメリカ在住の日本人男性と結婚。結婚報告記者会見では、元気が出るテレビの共演者であるビートたけしや松方弘樹が同席し、妊娠中であることを明かします。30代前半に t b s 系愛の劇場シリーズの 大好き五つ子シリーズで五つ子の母親役を演じ代表作の一つとなります。なお、2009年3月で終了した同枠のドラマにおいて計13回主演し、愛の劇場シリーズの主演最多記録を持つことになりました。声優としても活動し、アニメ、こちら葛飾区亀有公園前派出所のメインキャラクターである秋元玲子役は10年以上の長きにわたり演じ続けました。 最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは昭和の美人たちを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。